歴史マジヤバくね。堀島一平と川村屋でお送りしておりますクロス FM ウィークリーキャノモンニュース。さあこのコーナーに参ります。堀島一平の歴史マジヤバくね。若干丹波哲郎さんが入っちゃいましたけどね、すいません。さあこのコーナーは舞台に立つ歴史検索エンジンこと堀島一平さんからある人物にまつわるお話をいただきまして、リスナーの皆さんに歴史マジヤバくねと思っていただくお時間です。はい。さあそれでは堀島さん、今週のマジヤバ偉人どなたでしょうか。今週はですね、はい、義に生きた元陸軍中将根本浩司です。今週も、はい、全く聞いたことのない名前なので、うん、まあ無理もないと思いますよ。あ、そうですか。そうだそうだそうでしょう。根本浩司さん、はい、どのような方なんですか。あのね、先に言っちゃいますけど、はい、こういう方こそ教科書に載せていただきたい。本当にもう未来の日本の子供たちに語り伝えていきたいような人物ですよ。はい。軍人さんです。はい。うん、帝国陸軍のね、うん、でね、正確に言うと日本帝国陸軍と中華民国、うん、ちなみにあの台湾のね、はい、現在の台湾の陸軍の両方に所属したことになる軍人さんなんですね。できるんですか。いやいや、まあだからどうしてそういう形になったかというとですね、はい、このそもそも根本浩司陸軍中将はですね、先の大戦中、大東亜戦争中にね、中毛軍司令官として、まあまあだから北支那派遣軍って言うんですけど、要するにあの中国の北部ね、北支那派遣軍の司令官として、はい、内蒙古、現在のそのモンゴルの方面に、まあ、軍を率いていたわけですよ。いらっしゃったわけですよ。で、まあ、8月15日昭和20年迎えますね。でその時にその中国方面に全部派遣されてるその支那派遣軍全体の方面軍の司令官から当然、まあ、降伏したんだから、ね、あの武装解除とその解散せえという命令が、まあ、下されるわけですね。ところが、まあ、北からだってソ連軍が迫ってる、はい、ね、でそして、まあ、中国共産党の軍もある、そういうだから完全に四面楚歌な状態なわけでしょ。その中で軍関係者だけがいるわけじゃないですよね。一般の日本人も居留民として中国大陸にはいっぱいいらっしゃったわけですよ。 そうですね、その人たちを誰が守るんだと、はい、木の実木のままで日本戻れって言うのかと、そんなわけにいかんだろうっていうんで根本浩司さんは武装解除を拒否するんですよ。拒否するわけ。いやいやいや、だからその居留民どうするんだと、丸腰でどうやって帰って言うて、我々もそうかと、で丸腰で通行するんで、はい、日本人の集団です、はい、整理して、あのね、はい、整理整頓して、はい、一緒に歩きましょう、誰がそのままね安穏に見過ごしてくれるって保証があるんだよと。そうですよ、ね、守るのは俺たちしかねえじゃねえかって言って、うん、拒否するわけです最終的には、はい、その命令をね。で、その結果案の定、それね、しかもこの根本浩司さんって方、参謀本部 の勤務の経験で、情報戦にも非常に通じた方だったので、うん、ソ連軍の実態がどういうものであるか、はい、あるいは中国共産党の軍がどういうものであるか、どういうふうな組織でよって、どういうふうな修正でどういうふうな行動パターンがあるかみたいなことを全部熟知してたわけ。あ、そうですか。だからこれ武装解除、下手にね要求取りしたら大変なことになるぞっていうんで、居留民を全て保護したままの状態で中毛軍 のもちろん軍の将兵も全部無事に日本に送還しました。送り届けることができたわけ、はい、届けることができたのは武装解除しなかったからです。だから追っかけてきたソ連軍と激烈な戦闘に入ってるわけですよ。だからもう傘にかかって、だってソ連なんてね完全に日ソ中立条約違反して、うん、ね、8月9日にその長崎に投下されるか前後に急に攻め、怒涛のごとく攻めてきたわけでしょ、うん、まさに火事場泥棒的に攻めてきたわけですよ。そうですね、今なら張り子のもう関東軍なんて張り子の虎だろうと、満州とか中国北部に残ってる日本の陸軍 の軍事力なんか大したことないだろうと、傘にかかって攻め立ててきたわけですよ、うん、ところがそれをふざけんなよって全部跳ね返したのがその代表者が根本さんみたいな人ですね。ところが、はい、全部が全部そうだったわけじゃもちろんなくて、満州方面にいた日本軍 その司令官は武装解除無条件降伏全部受け入れちゃったわけですよ。じゃあその結果何が起こりましたか。ソ連軍による婦女子の方は暴行、ね、男は連行、そしてシベリアに連れてかれて、いわゆる抑留、シベリア抑留の浮き目にあった気の毒な方々がたくさん出たわけ。それを受け入れなかった根本浩司さん、中毛軍だった根本浩司さんの機関の将兵たちはそれを免れることができたわけ。しかも居留民の人たちもその軍の保護のもとね、どんどん南逃げろ逃げろ逃げろっつって、で日本にもう無事戻ることができた。その生き残りの人たちがいっぱいいらっしゃるわけですよ。あ、そうなんですね。そう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 、はい、ね、でしかもその数邦人だから4万人、将兵35万ですよ。その引き上げを無事その
成功させたっていうね。でちなみにその時に、はい、まあ、武士の情けじゃないけど、うん、それをその根本広志のさんのね率いるその将兵とあの居留民の、撤退をまあまあ見逃してくれたというか見逃してくれたというか、まあ、まあ結果的に助けてくれたのが、まあ、中華民国蒋介石の中華民国軍だったってことになるわけですね。そうですか。うん、まあその、うん、だから優先してあなるほどじゃあ非武装勢力のまあ勢力じゃない非武装のね、うん、居留民の人たちとそしてまあ日本軍の将兵ももう戦争終わったんだから分かった分かったじゃあ帰るなら帰りなさいっていうようなことをまあしてくれたわけですよね。それを根本広志、まあ、まあ中将は大変得として、うん、これは蒋介石にはものすごい大きな借りがね我々は日本帝国として、できたなと。もう一つ、まあ、根本中将がその考えていらっしゃったのが、うん、あのカイロ会談だったでしょ。カイロ会談っていうので、はい、アメリカのルーズベルトとそしてイギリスのチャーチルと、はい、で中国、まあ、中華民国代表として蒋介石が連合国首脳ということで集まって、うん、戦後のね要するに俺たちはこれもこの戦勝つこの戦争はもう確実に連合国が勝利を収めるだろう、うん、収めた後に日本の統治をどうするかっていうつまりその敗戦国の処遇についてもうその時間で段階でその1943年だったかな昭和18年その段階で勝手に話してるわけですよ。その時に当然皇室あの、ね、あの天皇陛下をはじめとするその存在だったりっていう、ね、ご存在だったりというような日本の統治構造をどうするかみたいなことについて突っ込んだ話をしてるわけで、だけどいやいや日本の統治構造に関しては日本国民の自由な意思に委ねられるべきだということを蒋介石がねまあ本当にあの一時期そういったことかどうかともかく、まあ、大筋として発言したと。うん、それをやっぱりその日本の国体護持につながるその発言をまあしてくれたというふうに根本さんは受け取られて大変それを得とした。その意味でもその意味でもなるほど、うん、あのよくその皇室を大事にね、うん、してくれたとよくそういうふうにおもんぱかってくれたなと敵ながらそれは得としなければならないと思われたわけね、はい、根本中将は、はい、だからこの借りをいつ返すことができるだろうか自分は悶々とした思いを抱かれながら日本に帰国されたわけ、ええ、その時がやってきました。つまりなんかNHK のその時レクチャーが動いたみたいな感じになって俺なんか急に気分的になんか松平定友さんみたいな感じになってくる、その時がいつやってきたか、はい、ね昭和24年ですよね。まあ24年1949年ね、はい、この年が中華人民共和国が誕生ですけど、うん、ねまあだからもう大陸での覇権ははっきり言って毛沢東率いる共産党軍が完全に収めちゃったわけ。何度ももう熾烈な大海戦が行われたんだけどそのために蒋介石側の、国民党軍は敗退に敗退を重ねてとうとう台湾に逃げ出しますね、はい、でいよいよ台湾をのその本島にももう攻め込もうかと、うん、中国共産党赤い巨大な波が押し寄せようかっていう時にSOS の信号が台湾から来るわけ。どこに来ましたか。根本広志さんのとこ来たわけ、助けてくんねえかと。折島さん大変残念なんですが、はいはい、スタッフから巻きが出てまして時間が足りなくなってきました。あら、根本広志さん中華民国陸軍台湾の軍人さんだった理由っていうのを来週お聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、根本広志さんの物語来週も語らせていただきます。 お楽しみに。待ってます。はい、歴史マジヤバくね。折島一平と川村彩でお送りしておりますクロス FM ウィークリー虎ノ門ニュース。さあこのコーナーに参ります。平泉沙耶のではなく折島一平の歴史マジヤバくね。さあこのコーナーはですね、歩く歴史クラウドコンピューティングこと折島一平さんからどんなあだ名なんですか。平泉さんではなかったですよね。ですからある人物にまつわるお話をいただきまして、はい、リスナーの皆さんに歴史マジヤバくねと思っていただくお時間です。それでは折島さん、今週のマジヤバ偉人なんですが、はいはい、そうですよね、先週から引き続きこぼれちゃいましたね。そうですね、うん、元陸軍中将の根本広志さんの後編、はい、後編前編後編ってなんか昔の中心蔵みたいですけどね。そう、はい、で先週の根本広志さんのお話、ね、折島さんに伺いましたが、はい、まあちょっと振り返りながらということでかなり白熱しちゃいましたんでね、うん、そうなんですよね、タイムオーバーしちゃいましたから、はい、でざっくりね私からお話しますと、はい、まあ、根本広志さんは日本陸軍と中華民国台湾陸軍の両方に所属した軍人さんということなんですね。そうですね、結果としてね、はい、で終戦時根本広志さんは軍事司令官としてモンゴルにいらっしゃったんですね。注文をね、うん、として、はい、でモンゴルには多くの日本人がいらっしゃったんですが、降伏後もソビエトからの侵攻が止まらない状態、うん、はい、
で根本さんはその日本からの命令に背いて、武装解除の命令に背いて、あえて違反してソ連軍と戦って、そうですよね、はい、居留民のね、日本人居留民と、そして軍将兵も助けたわけですよ、うん、そしてですね、帰国したところにかつて日本人救出に力を貸してくれた中華民国、その台湾の蒋介石がピンチだという知らせが届いたということだったんですが、そうなんです、うん、まあ、有本さんのね、先ほどのお話もありましたけど、いわゆる国共内戦ね、国民党と共産党の内戦で、毛沢東を率いる、まあ、共産党赤軍の猛攻を受けて、はい、とうとう中国大陸から、シナ大陸から完全にその、まあ、追い払われるというか、寸前まで追い詰められた。で、まあ、で台湾に結局そのね、渡ってきたっていうことなわけですけど、ここまではお話伺ってたんですが、はい、なぜその根本博さんが中華民国軍、うん、台湾軍に入って何をしたのかって気になるところ、はい、今日はお願いします。早速参りましょう、うん、はい、前回ね、その助けてくんねえかという密使が ね、はい、あの台湾からやってきた、うん、日本にね、たどり着いてっていう、でそれを受けてですね、まあ、根本さんはよし、ここで蒋介石にできた借りを、ね、大きな借りを、この命をかけて返す時がついに来たかと決意されるわけですよ。でね、そのまあ、軍人でね、あの帰ってこられた、もう本当に、お、もう、なんだろう、もう、その、気の身気のままとまでは言わないけども、ね、何も別に在庫やなんか持って帰ってきたわけじゃない根本さんは、うん、もう財産なんかないわけですよ、ほとんど。それでも乏しいね、あの、趣味で集めてた骨董とかなんかを売却して、台湾への渡航費。渡航だって密航ですよ。そんなもん日本、当時の日本政府も GHQ も許すわけがないし。そうですそうですそうです。そうそうそう。なんで、もう密航するためのね、そのお金をかき集めて。で、当然、志ある協力者の人々が一人また一人と集まってくるわけですよ。で、彼らで本当に少数精鋭チーム組んで、もう本当ボロボロの、いつ沈んでもおかしくないような、漁船に毛が生えたどころか、漁船から毛を引っこ抜いたようなぐらいのね、それぐらいの装備の船でもって、はい、確かね、宮崎県だったかな、そこから出港して、はい、密かにね、で台湾を目指すわけですよ。どれだけかかるんですかね。いや、もう十何日かけて。十何日かけてもうやっとの思い、もうだって途中でもう散々トラブルにも、ま、でもその見舞われるしね、はい、天候不順だったりとか、 それを乗り越えて、文字通りの波頭を乗り越えて台湾でたどり着いたものの、はい、台湾当局でも完全にその上下一致してね、この秘密計画をその知れ渡ってるわけじゃない、もちろんないので、まさか日本から助っ人の、ね、助っ人外国人みたいにね、元軍人のその陸軍中将が来るなんて思ってるわけないでしょ。だ、一番末端の関係の人物に、人間は、お前誰だってことでとっ捕まえちゃうわけですよ。あ、それで助けに来たはいいものの、根本さん一行は牢にぶち込まれてしまう。で、そうなんですか。そうそうそう、はい、でところが噂はちゃんと噂呼ぶもんで、あの、何、根本博士、聞いたことある名前だな。当時大陸でね、日中両軍で対峙していた時に、やっぱり名将は名将を知るじゃないけど、根本さんみたいな名戦略家ね、素晴らしい軍人はやっぱり相手にもね、対戦してる相手にも伝わるわけですよ。この今、うん、その陣を挟んで向かい合ってる敵軍のね、率いてる大将はこれただものじゃない、はい、うん、うん、その指揮ぶりといいね、作戦指揮ぶりといい、統率ぶりといい、これは一角の人物だぞっていうようなことはね、やっぱりあうんの呼吸で、やっぱりそこら辺は東洋なんだけど、分かってる人がやっぱり中国側にいたのね、国民党軍の側に、はい、その将軍が会いに来るわけですよ、面会に来るわけで、顔を見てで名前確認したら、あの根本博士閣下ですかとね、うん、思わずその手に手を取ってよくぞ来てくださったと、はい、明日にでもすぐ蒋介石、ね、総統に、お目にかかる機会をセッティングしましょう、まあ、すぐトントン拍子で話は運んで、で結果として根本さんは、まあ、台湾国民党、まあ、軍の軍事顧問という立場になるわけですよ。ああ、そうなんですね、うん、でただね、やっぱり、まあ、当然その 台湾の国内というか、その国民党内にもあんまり明けっぴろげにしてしまうと差し障りがあるから、林保元というね、中国名をあえて、まあ、名乗って、だから根本博士、うん、あの林保元を仮の名として、その軍事顧問の立場から、前線指導に赴くわけで、その当時ですね、アモイってほら今カジノでも有名なんでしょ、はい、アモイのすぐ近くにね、金門島っていうね、あの、あー、ゴールドの、はい、あのゲート、ゴールドのゲートの島ってか、はい、金門島ってあるんですけど、うん、あそこね、あんな大陸に近くて、あの実は台湾領なんですよ。中華民国、ね、台湾の領土なんですね。なぜそうなったか、つまり、はい、もう一気にもう本当に巨大なね、津波のごとく台湾まで押し寄せて、赤一色に塗りつぶしてもいいぐらいの勢いで攻め込んでこようとしてた、うん、共産党中国にいつ飲み込まれてもおかしくないでしょ。ところがなぜ金門島の部分まで含めて台湾が踏みとどまれたかというと、はい、それが根本さんの大功績なわけ。そうなんです。アモイ周辺の、あの、ビビたる土地をね、まだ国民党軍は持ってた。だけど、うん、現状視察した段階で根本さんはここは守りきれない。
守りきるならむしろ一歩退いて、うん、ね、台湾がお城の本丸だとしたら出城にあたる金門島だと、うん、ここさえ死守すれば、ええ、大陸共産軍は台湾には指一本遅れてくることはできないだろう。向こうは陸の兵力は膨大かつ巨大だけれども、海の、あの戦力はほとんどない。つまり駆逐艦だ、巡洋艦だ、ましてや戦艦だ、空母だなんてものは、で共産軍は全然持ってないわけですよ。もうジャンク船にあのがちょっと多少間にしなかった程度のものを兵員輸送にしか使えない。よし、じゃあ作戦は決まった。毛利元就の厳島の戦いで末春方の大軍をね、小さな島に全部おびき寄せて引きずり込んで、はい、そしてそれを包囲殲滅する、少数だけど包囲殲滅する形で、あの一大逆転勝利を呼び込んだあの戦国のね、名将毛利元就のあの奇策に学ぼう、厳島を金門島で再現しよう、この作戦がピタリと的中するわけです。作戦勝ちですか、うん、もう勝ちに終わった共産軍は大量のね、もう軍勢を後から後からドバ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 ピストン方式で送り込んでくるわけです。金門島にね、人も身に揉み潰すつもりのぐらいの勢いでいたわけ。ところがもう根元采配、根元プランは完全的中で、うん、もうね、どうせもうあの1日で勝負決まりだろうみたいな感じで大量に上陸してきた。その途端にもうあのコネー島というところに追い込んでですね、で少数のあのもうあの台湾軍側が持ってたその戦車とかなんとかでもう少数精鋭を配備して、で完全に袋のネズミ状態にして地上で全部殲滅状態。それまで大陸での陸戦で海戦では何度もあの圧倒的に勝ってきた共産軍が最後の最後、土俵際まで追い詰めたと思った国民党台湾軍にそのコネー島の戦いで致命的な大敗北、壊滅的敗北を喫するわけです。さあじゃあ引き上げよう、おいおい逃げろ逃げろ、逃げようと思ったら、はい、その時は根本中将指揮する台湾軍が退却用に用意してたジャンク船全部焼き払っちゃった、はい、先にもう、そうそうそう、ね、まあ賛否を極める表現でちょっとね、あの朝の話題にはすいませんね、なんか血生臭くて恐縮なんですけど、まあ結果としてそのコネー島の戦でね、海戦でもって劇的すぎる大勝利、国民党軍は最後の最後でもう九死に一生を得ることができるわけですよ。でそれ以降もう中国共産党の軍隊はもう台湾は本島は愚か、金門島にもこれはもう恐ろしくて手が出せない状態になって、蒋介石がどれだけ根本中将に感謝したことか。そして地元の人たちもね、はい、もう気がつけばもうその風の便りで、当然林保元という謎の男がね、はい、我が国民党軍を勝利に導いたらしいぞというのは伝わるわけですよ、うん、その時に戦の神と書いて戦神と呼ばれてね、半ばなんかこうちょっとその崇拝の対象にまでなっちゃった。でもそうですね、まさになんか空中から見てたかのような感じですよ ね、うん、ね、はい、だそんなね、大功績大功労者なんですけど、はい、国民党の正史、正しい歴史ね、正史の上では全然出てこないんですよ。コネー島の戦いを記録した中にも全然出てこない。まあでもね、なぜ出てこなかったかは、これ台湾の人々の立場になってみれば、台湾のまあ軍のね、当時の軍のその指導部の立場になってみれば、うん、そりゃそうですよね、うん、国民党軍としては昨日までの敵ですよ、昨日までの敵将の一人の ね、うん、手を借りて自らの独立とね、対面とその本領安堵を保ったと思ったら、うん、それはちょっとやっぱプライドというか、その傷がついちゃうでしょ、うん、だから戦後長いこと根本さんの存在と根本さんが果たした役割というのはずっと伏せられたわけです。それが60年を過ぎてついにその名前が明らかにされて、はい、台湾側もこれ公式に認めるようになってきたんです。ここに至るまでの道のりはね、ノンフィクション作家の門田隆昌さんという方が、この命義に捧ぐ、台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡というね、素晴らしい5本で徹底的に解き明かされているので、はい、リスナーの皆様ね、ぜひ読んでいただきたい。角川文庫で出てます。本当に素晴らしい大傑作ですからね。え、根本博さん知るべき人ですね、うん、本当にそう、もうね、くどいですけど教科書に載せてくださいよ。近現代史のね、もう本当玉のような珠玉のような日本人として、軍人さんとかどうとかそういうレベルを超えてね、もちろんだから蒋介石率いる国民党の台湾統治の歴史にはさっきも言いましたけど暗い部分もありましたけどね、だけどそこでもし共産党にね、共産党の軍隊に飲み込まれて台湾が赤色一色に染まってたら現在の蔡英文政権だってないんだから、ね、今につながる大きな勝利ということで言ったら、根本さんのこの働きがなかったら現在の台湾はないと言っても決してこれ過言じゃないんですよ。今だからこそ台湾の方にも聞いていただきたい、ね、知る